この動画は夢クリエーションバンダイさんのおもちゃと再現戦隊の制作でお送りします。整理しよう。姫野とカグラギ、リタとヤンマで、僕ギラとジェラミーの中身が入れ替わってる。ああ、さて、どうすか。よく平気でいられるわね。もう何もかもや。ちょっと筋トレしないで。ヤンマ、頼んだやつ。あ？筋トレしないでって言ってるでしょ。つうかそのダサい前髪やめろよ。おい、おい。やめろ。おいおい。やめろ、貴様何を考えている。いいか、貴様の罪は必ず裁けほら。ちょっと、みんな。原因を突き止め、解決策を探す。うんうん。きっとダグデドがやったんだ。それが妥当だな。ワープだの、ビームだの。理屈に合わねえデタラメばっかしやがる。元に戻す方法は探すとして、当面どうしのぐかですな。入れ替わりなど誰も信じない。それぞれの国の王を務めるしかないだろう。セバスにも言うなよ。一人で頑張れ、王殿様。絶対に嫌！こんなバカ力が王になったら、イシャバーナが滅びる。はは、豆腐でのわがままは承知しませんよ。それ、どこ鍛えてんのよ。民を守る筋肉です。これこそ、敵の思うツボじゃないかい？いかにも。どうも、ゴーマローザリアです。ふん、会いたかったぜ。おら！貴殿らはすでに我の術中にあり申す。その名も、忍法入れ替わりの術。ふん、ボキャブラリーに欠ける。豆知識。拙者を倒せば術は解け。元に戻りましょう。舐めてるな。ひねりつぶしてくれるわ。え？は？もう。妨害武装、始祖高麗。はぁ、はぁ、はぁ、うん、はぁ、うわっ、はぁ、あ、はっ、ふっ、うわっ、ふっ、なんだこの体、ヘナチョコすぎる。あ、誰がヘナチョコだ、このマカロニ坊主。へい、ちょっと私の体で醜いまでしないで。プシッて、はぁはぁはぁ、こんな時に内輪もむか。俺様が行く。はっ、おっと、この鍵をこいつに刺して。ややこしいわ。ねっはははは、見た、ねえ見た。うん、
身と心合わねば無力、お分かりいただけたかな。仇を前になすすべなく、味方を憎み滅びるがよし。忍ボフーン。わざわざ顔さらしてあげちゃうなんて優しい。おかえりー。希望があれば人は緩む。おかえりー。傲慢な王であればなおのこと。ぎっしっしっし。お見事ー。ものすごい深刻だぞ。ま、あいつをぶちのめしゃ解決ってことは分かったんだ。え？体を鍛え。倒す。それまでは民を欺き、平和を守る。よろしいですね。そうね。仕方ない。むしろ、互いを知るいい機会じゃないか。国と国が手を取り合うきっかけになるかもしれない。さすがにおめでたいぞ、ジェラミー。僕は見てきた。こういう時王様たちは、自分の国のことしか考えない。最新話まで全話見るなら、再現戦隊ブンドドジャー。それもだが東映特撮ファンクラブテラサで。今日の放送をもう一度見るなら再現戦隊ブンドドジャーで。あとアメバ TVer で。あ、見ていただきたい。毎週再現作るの頑張ってるからこっちも見てね。Thank you.